AJ ユナイテッド樹海が目隠しで履いて選んだスパイクをおごりますということでですね、本日も来てるんですが、やっぱねスパイクめちゃくちゃあるわけですよ。まだ樹海さん来てないんですが、なんとですね、あのモレリア、これめちゃくちゃいいなって言ってたモレリアがですね、あるんですけど、賛否あるかと思います。ただね、ちょっとチャンスを与えたい。まあ水野とか他の、まあ、靴ピンから切りで今安いのもあれば、やっぱモレリアみたいにちゃんとめちゃくちゃ高いやつもあるじゃないですか、トップモデルとか。樹海さんに目隠しの状態で履いてもらって、一番いいってこのその中で思ったやつをおごります。ということでやっていきたいと思います。やってますね、今日もお疲れ様です。あ、そうだ、おじさん、ちょっと今からドッキリというか、まあ、樹海さん、まあ、モレリアめちゃくちゃいいって言ってたじゃないですか。はいはい。モレリアって2万円ぐらいしますよね。2万円近くしますね。4000円とかでいいんですよ。ちょっとスパイクだけ。お、ジュニアコーナー来た。なんかあります？これだったら24ありそうなので、今あるものだと近いですね。モレリアこれってなるとちょっと簡単かなと思っちゃうんで、4つぐらい履き比べして選んでほしいんですよ。多分樹海さんのモレリアが多分 23.5 がぴったしって言ってたんで、はい、イニエスタ、あ、形は近いかなと思いますね。じゃあこれでいきましょう。さすがに気づくかな。間違えたら、あの、ちゃんとこれね、もうモレリアは一旦諦めてもらいますね。ということでやっていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。はじめまして、よろしくお願いします。企画あれだよね、樹海さんが確か100万円募金するっていう動画だっけか。いや、俺まだ全く聞いてないぜ。今唐突に始まったんで、俺何が起きるのかと思って今。100万円募金する動画です。いいっすか、ちょっと今回僕考えてきたんで乗っかってもらって。ケツで乗るわ。きたねえな、やっぱ AJ ユナイテッド樹海、目隠しで履いて選んだスパイク買っちゃいます。今回、はい、樹海さん、モレリア欲しいって言ってたじゃないですか。欲しいってめちゃめちゃ言ってました。目隠しで、はい、もし当てることができたら、これ買いますわ。ガチか。モレリア履いてさ、履いた時の動画でさ、やっぱりさ、皆さん賛否があるわけよ。ただ、はい、目隠しをして履いた時に、やっぱり足と一番合うっていう、研ぎ澄まされた時に感じる感覚、それで選んでいただいたスパイクはやっぱあれなのかなと。これモレリア以外選んじゃったら、それはそれでもう、これちょっとね、僕はね、チャンスを与えたい。トップモデルで 23.5 だっけ、それがあるのが本当にモレリアぐらいなんですよ。実際に蹴って試してみたいなっていうのはちょっと正直なところではあるんですよね。ということで僕が、はい、まあ、何種類か靴用意しますんで、目隠しして履いてもらって、自分の履いた感覚で、履いた感覚、これいいってやつ選んでもらっていいですか。その中に足袋とかあるけど、多分それ選んじゃう可能性あるけど、ちょっと待って、俺さすがに足袋とスパイクは分かるよ。本当ですか。いや、さすがに本当ですか。だって足袋イボイボないでしょ。きついねえよ。おい、きついねえじゃないんだよ。ということで、タビさんとね、やっていきますね、これから。チャレンジ、スタート。ということでね、はい、樹海さん、純金のね、ベンチへ。いいですか、座っちゃって。はい、いいです。あの、木なんで。うわっ。ちょっと待って、それいつものやつやん。これをですね、はい。きついね、これちょっと。きついな、確かに。きついね。ちょっといけます？俺の頭がでかいからっていう可能性もあるんですけども、いけます、いけます、よいしょ、はい、よいしょ。ね、お前、俺の目ってさ、どこにあるか間違ってないよね。あ、合ってます。ということで、今から履いてもらいます。待って、ガン見えだ。全部見えてる。そうですね、その状態ですね。言ってんなぁ。おい、お前どこにビデオカメラ向けた。いや、あの、大杉さんが爆笑しました。今、大杉さん、そこにいんな分かってんやで。あれ、なんだ、きついね。大杉さんもほんと嬉しそう。ということでですね、今からちょっと靴の方持ってきますので、こちらの、あの、タビだけはね、ちょっと脱いでいただいて。タビじゃねえんだよな、これ。はいはい、これとこれもセンチ合ってる。あ、これだ。よし、これのこのサイズとこれでいかしていただきますか。
はい、それではちょっとね、選んできましたけど、これからっすよね。これから行きましょうか。名前は言わずに。はい、じゃあ、いいですか。はい。うわぁ、どこ、何、なんだ。うわ、これはやばいな。左足。はい。どう、かかってほしい。簡単な、簡単な、I don't know。 右足もいいですか。はい。はい。履き終わったということで、はい、そのまま立ってもらっていいですか。はい。その感触を。ちょっと待って、ちょっとでかい気がするな。え、ちょっとでかいぞ。なんかかかと部分がちょっと浮いちゃうな。嘘でしょ。いや本当に。とりあえずこれが、まあ、1足目と言いますか。何個とは言いません。1足目です。これが1足目。何個とは言いませんっていうのが怖いよなこれ。はい、わかりました、はい、続いてですね、箱系行きたいな。右足いいですか。はい。これは、あれだ、俺の耳元でパチンってやったやつだ。OK。 はい。どう、あ、さっきのやつよりフィットするというか履きやすいかもしれないです、はいはいはい、さっきのやつと比べてって感じにはなりますけど。馴染んでる感はあると。馴染んでる感はある。え、そんな履きづらいとかはないな。 OK です。はい、続いて、もうこのまま連続でいきましょう。じゃあ、さあ3足目いきましょう。はい。さあ、はい、じゃあ右足いいですか。はい、はい、ん。ちょっと待って、何、ん、思い出せよあの感覚を。ん、いやー、これモレディアの履き心地を思い出すかどうかよね。でもこの中で、いや、めっちゃ悩んでるじゃないこれ。これ立った時だよね問題は。いや、さあお願いします。ちょっと待って、これ結構サイズぴったしだな。サイズは。じゃあなんか足入れしてもらう時は、最初の入り口の時が若干あれきつすぎないかと思ったんですけど、実際に全部入れてもらったら結構ちょうどいいんですよね。うわー、これ結構これ悩むな。これが3足目。うわ、じゃあ分かりました。脱いでもらって。はい、ということで以上になります。以上になります。え逆に分かりやすすぎたか。これは待って、もう1足入れとくか。じゃあもう1足いきましょう。はい、4足目。はい、はい。いやこれは違う。え、これは違う気がする。そう、オッケー、これは違う。なるほどね。え、そんな違う。次が5足目になりますね。いきましょうか、5足目。はい、怪しいですか。はい。いや、何も発しないぞこれね。悩む悩むね。え、ちょっと今何と悩んでます。どういう悩みがあるんですか。いや、今んとこ、うんうん、心地よく履けてるのは3なんですよ、はい、今んとこ一番3回目に履かしてもらったやつ。はい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 。この5足目はそれに近いんですよ。なんで結構今3号が履き心地はいいんですよね。そのまま立ち上がってもらっていいですか。いや、ちょっと待てよ。いや、なんか硬い感じがするぞこれ。しかももう通り過ぎてる可能性もなくはないですからね。もう5足目ですから。いや、これちょっと待って、混乱してくるもん。今んとこは3が一番履きやすい。これちょっと硬いんでみたいな、その感覚やっぱ分かるんだよ。でももう今足の感覚研ぎ澄まされてる感じする。だからマジで結構硬めってことっすよね。結構硬めな気がするんですよねこれ。怖いっすけど、こんな感じで言っててもしこれがモレディアだったらって思ったらクソ怖いんすけど。6足目か。これ一体何足あるんだ。ちょっと待って怖いな。でも違うと思ったら本当にもう言っていただいて全然いいんで。うわこれ怖え。はい、まあ同じやつが何回か履いてる可能性もなくはないですしね。どう。あ、これ違うかもしんない。靴底がツルツルしてる。これ多分違うか。と次が笑った。もう次7だもんね。そうです。次がラストです。見やすいですか。はい。え、ちょっと待って、これってあれじゃん、これ絶対あいつじゃん。これ絶対あの31のやつだろ。嘘でしょ。これはやつ、お前絶対あれじゃん、エボプロじゃねえかよ。 100% エボプロだろ。モレディアです。お前絶対
違うってこれ。おい、メーカーも違うだろこれ。はい、OK です。でちょっといくつか質問させてもらっていいですか。はい。今のところ何足目が一番履き心地良かったとか何かあります？3足目ってことは3足目でもう1点勝負ですか？いや、俺まだ、はい、モレリ履かしてもらってないんじゃないかなと思うんですよ。え？そんなことあります？いや確かに、はいはいはい、3はある程度フィットしたんすよ。今のところの中だと3が一番って感じですか？今のところの中だと3っすね。なるほど。で、今のところですね、樹海さんの予想では、はい、モレリアがないんじゃないかと、この中に。いや俺まだ来てないような気がするんすよっていう予想がありますよね。はい。じゃちょっと俺あと1足だけ持ってきます。で、はい、絶対に今の中でモレリアが入ってたって状態にしてもいいっすか？もしかしたら本当に入ってなかったらモレリア今から履くかもしれない。なるほど。で、モレリアが今までの中に入ってたらモレリア以外のスパイクは絶対いきます。ちょっと待ってて待って。怖っ。ちょっと待って、怖っそれ。モレリアスルーしてるってパターンあるってことだもんね。そうです。ちょっと待ってて。やば。ラストの商品はこちら。はい。うわ、樹海さんが今まで履いたスパイク、モレリアが入ってないとしたら今から履くスパイクがモレリアです。はい。しかしこれがモレリアじゃないと自分で思ったら、今までに履いた中でモレリアがあります。そうだね。いきますか。いきましょう。はい、いいですか。さあ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 、緊張の一瞬です。はい、じゃあ右足。あれ、ちょっと待って。え、樹海さんどれにすんだろう本当に。え、違うと思ってんだったら中ですね。今心境教えてもらっていいですか？やばい気がしてんだよ。何何やばいって？いや、これモリリアじゃない可能性が出てきた。モリリアだとしたらもう確実にサイズが違うじゃねえかってくらいきつい。嘘。マジで？これめっちゃきついな。ちょっと立ってみる。あ、これきついぞ。これ違う。これ違うな。ちょっと待って、あん中にいたモリリア。ということで、今入った8足の中では、樹海さんが買おうとしていたモレリア、こちらはあります、はい。まあ、なのでそれを当てることができたなら、まあ、色とかは変えて OK にしましょう。なんかもう一回履きたいものとかあります？履くか、もう一回履くか、表面だけ触るのか、一本指で、一本指でいきましょう。一本指、一本指、全種類のやつの表面を、表面、つま先部分だけ撫でるのか、はい、それとも一足だけ履く。いや、撫でたいっすね。撫でたい。撫でたい。じゃあ順番通りいきますよ。いや、もう履き心地はちょっと履いたんで、okay、で今のところの、はい、一押し何番目ですか？3。こちらですね。今のところは3。これか。で、2番目、まあ3番目ぐらいまで言っておきますか。2番目が5、はい、こちらですね。で、3番目とかあります？あ、まあ C って言うなら、はい、6。3、5、6、6ですね。いきますか、1足目から。はい。じゃあちょっと1本指だけ出してもらって、はい、そのまま、はい、触ってもらっていいですか？ソールは触らないでいただいて、はい、これが1足目です。なるほど。じゃあ2足目です。あー、OK です。2は違う気がします。3足目、はい。あれ、うん、あれ、3が思ったより。はい、4足目です。はい、これは違う気がします。はい、5足目です。ん？はい、はいはいはい、6足目がこれだ。あ、はい、7足目がこれっすね。はいはい。え？これ7足目っすよ。え、ちょっと待って、7足目ちょっと混乱してきた。あれ、7って俺エボプロって言いましたっけ？はい、そうです。違うな、エボプロじゃねえぞ。 OK です。え、これエボプロじゃなかった。で、ラストがこれです。はい、OK です。うわー、これね、俺なんか思ってたのとちょっと若干変わったかもしれないです。え、3が違う気がしてきました。はいはいはい、触った感覚ですけど、はい、で、今どっちかかなって思ってるのがあって、うん、1か5なんですよ、はい、
ただ1はでかかった気がするんだよな。2つ被ってました。あ、1個これです。これは何番のやつですか。これ7番。7番。なんだこれ、なんかタラタラしてるぞ。7番は違うと思います、はい、これが7番ですね。それエボプロ。これエボプロ。そうだよね。エボプロです、これが。ということで、じゃあ、じゃあ、ちょっと立ってもらって、はい。注文いってもらいましょうか。いや、もうだからもう、樹海さんが、もう、履いた感覚だよね。だから、今のさ、そうそうそう。そうだね、そうなんだよ。結局そうだ。立ってたから、うん、じゃあそこ回り右にしてもらって、最後発表いきましょうか。はい、ということで。はい、もう履き心地でやっぱモレリアってやっぱ一番履き心地をしてるじゃないですか。履き心地は3号だったんですよ。触らしたのは順番とかバラバラなんで気にしないでください。え嘘、え嘘でしょエボプロも一切触ってないんで。エボプロ触ってないよ。あれエボプロは触ってないです。え、ちょっと待って、もうこれ混乱しすぎてんだけど。え、だけどあん中にはあるんですもんね。あります。あの中にはちゃんと触ってもいますし、履いてもいます。ただ、はい、順番はごっちゃってことだもんね、触った順番、はい、そうです。いやだけど俺もう履き心地を信じようかな。だからもうあれですもんね、触ったやつは順番一緒です。ん、触ったやつは順番一緒なの。エボプロは触ってました。エボプロは触ってるよね、絶対。そうそうそう、絶対触ってるよね。最後のやつが、それが完全にエボプロはもう完全に分かる。え、なんだこれ、なんかトラトラしてるぞ。それエボプロ。これエボプロ。そうだよね。はい、もうちょっと待って、これ俺の靴だな。これやばいって。じゃあちょっと待って、本当に整理させて。その番号通りに俺は触ってる。番号通りに触ってるっちゃ触ってるよね。触ってるっちゃって何、うん、ちょっと触ってる。ただ本当にモレリア の触った感じを覚えてるかどうかなんですよ。もう履き心地と、はい、手触りの総合値で判断します。その番号は5番でいきます。おお、5番ね。はい、渡すんで、じゃあ開けてもらえますか。いきますよ。はい、5秒前、4、3、2、1、どうぞ。おおおおお、あれ、おめでとうございます。おい、来てんじゃねえの。なんか聞きたいこととかあります。3めっちゃ履きやすかったんですよ。3どれですか。これです。これだ。これあれじゃん。これヒューチャーです。これが3番です。うわ、触り心地の やつがなかったら俺3言ってたかもしれない。ということで、おめでとうございます。ありがとうございます。すごい悩みに悩んだ結果って感じっすけど、一応、うん、履いた感じは同じなのかな。モレリアツジャパンっていうのが3種類全部形違うんだと、上が元号さんが履いてるやつ。そうだよね、これだよね、うん、そうそうそう。今樹海さんが入ったのがその真ん中の白、まあ、今回は、まあ、モレリア2のジャパンこれをまあ履いたんですけど、まあ、2個当たったんで、まあ、どれでも OK にしましょう。そうすると健吾さん、これは 23.5 は取り寄せ、今はないので取り寄せれば、取り寄せます、取り寄せさせていただいてもよろしいでしょうか。わかりました。おー、よく当たったな、この中から。はい、ということで今回は、目隠しで、ま、選んだスパイクを購入しますということでね、見事モレリア当てましたんでね、取り寄せてもらって、ま、来たら、はい、ま、レビューという感じになりますのでね。ということで、この動画が良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。